だから今度の戦いは岸田の大勝利だ。そして新しい官房長官には3ヶ月前に外相を更迭されて一歩後ろに引いたように見えた林芳正、宏池会のプリンスと呼ばれるが、今日から復帰して就任した。今日の新聞の顔写真を見ると元気いっぱいでやる気十分だ。いい面構えになった。以前のようなにやけた坊ちゃん笑いをしなくなった。岸田があと2年首相をしたらその後は林芳正だと彼の顔に書いてある。岸田と林芳正はこの20年間安倍晋三からいじめられ怒鳴られて、それでも我慢に我慢で口答えしないでずっと耐えに耐えてきた。安倍と同じ山口県林と隣の広島県岸田が選挙区地盤だ。自分の地元もひどく汚された。それでも2人はずっと我慢していた。政治家の一番大事な資質は我慢することだ。これをこの2人はずっとやってきた。だから私はこの2人は偉いと思う。そうして岸田がついに人生で一度の大勝負に出た。それが今回の日本の国家体制の上層部の総意を取り付けた上で、安倍晋三の死、去年の7月8日から1年半経ってようやく今回の安倍派解体、統一教会を日本の国家体制から切除手術するという動きに出た。だから今私たち日本の反自民党、反権力、リベラル派の人間たちがするべきことは、岸田政権を打倒しようではなくて、この一幕だけは岸田文雄を応援して、頑張れ岸田、安倍派統一教会を徹底的に叩き潰せと応援することだ。私、副島隆彦はこのように考えます。安倍派が岸田内閣当確退陣の動きを先に仕掛けてきた。6月ぐらいからだ。それに対して岸田はじっくり準備した後、反撃に出て安倍派を解体に追い込む戦略に出た。今日は詳しく書かない。これまでにたくさん書いたので、が最高検察庁内の大幹部だった統一教会の黒川博夢を検事総長、検察庁のトップにしようと安倍晋三が首相として押し切ろうとした2020年の問題以来の法務省検察庁内の、もうこれ以上統一教会が法務検察の中ではびこるのは許さないという固い決断があった。安倍派イコール統一教会が日本の国家体制をこれ以上乗っ取ることを阻止すると厳しく決意していることを示している。下の記事に載せた世界平和統一家庭連合旧統一教会の被害者救済に関する法が12月13日成立したの通りである。この統一教会を解散解体に追い込む日本の国家体制としての意思と、今度の安倍派を自民党内の派閥として解体消滅させる動きは同時進行である。再度書く。今日本の国家体制そのものが安倍派潰しと機をいつにして統一教会を日本国家として解体し排除しようとしているのである。統一教会問題になると私副島隆彦はものすごく厳しい表情になる。なぜならこの20年間私は統一教会は人類に食らいついたがん細胞だから切除、リムーブ、手術をしないといけないと各所で書いてずっと言論で戦ってきた。鈴木エイト氏たちが現れる前からだ。そのために私は統一教会から命を狙われてきた。今は統一教会が大混乱だからその隙で統一教会の別動隊であるエホバの証人宮台真司氏を2022年11月29日で都立大学でピーしたのはエホバの証人の男だ。この男は1月にして証拠隠滅した。警察は殺人未遂で送検したと、神総平参議院議員が代表、ここは幸福源党の支持票175万票がそのまま移転して別物に成り変わった政党が私副島隆彦の命を狙っている。だから私は注意用心して生活している。今回は普通の政治家たち同士の権力闘争、パワーストラグル、これは左翼用語パワーストライフ、こっちは普通の政治学用語の
政界抗争ではない、ただの派閥抗争の桁繰り合いではない、これをただの自民党内のいつもの勢力争いだで済ます気が私は初めからなかった。だから私はずっと黙ってこの2週間の政局、これは内閣の解散、政権の交代を含む政治言葉だを見ていた。私がはっきり分かったことは、再度書くが、あの岸田の腕を組んで一人で天を仰いだり、あるいはにんまりする顔は、これはただの政界抗争ではない、統一教会を日本の体制の外側に追放するという日本の支配層の共通した意思から生まれた健全な判断である。私はこの動きに賛同する。それでも安倍派の中にいる福田派系30人ぐらい、今は福田達夫が長、これ福田達夫はあれですね、群馬ですね、は一切名前が出てこない。安倍派が分裂解体した後、福田派、ここが福田赳夫以来の清和研究会の元が出来上がるだろう。福田派は一切名前が出ないと、安倍派が分裂、安倍派が消えてなくなって、福田派の30人ぐらいができるということですね、だろうと。安倍が死んだ後の帰り咲き親分のドンの森喜朗、この男は大暴力団の山組、日本のマフィアの実質の一番上だ。そうは萩生田を辞めさせるなと騒いでいたが、もう黙った。森は岸田に直接電話をかけて圧力をかけていた。しかし岸田はもう電話に出なくなった。この瞬間に森は全ての政治権力を失った。12月6日のことだ。麻生太郎は今も副総理で、そうなんだっけ、あれほど安倍晋三と仲が良くて、2人で日本の汚れた政治をこの10年間2013年からずっとやってきた。それなのに自分は麻生派で宏池会だで、安倍派の次会に対してもう知らん顔をしている。自分が生き残ることで精一杯だ。岸田は次は麻生太郎を引退に追い込むだろう。茂木派、茂木敏充が青木幹雄から奪い取った旧形成会、竹下登派はやや距離を取りながらも岸田を支えている。菅義偉元首相は安倍の葬式で熱のこもった追悼文を読んだ通り、やっぱりこの男も統一教会だったのだ。宏池会系はもともと安倍派のような右翼やごろつきのような政治ごろ、戦前の院外団のうごめきである暴力団体質がない、お金で汚れない、だから上品に官僚たちと同居して官僚たちに操られる、そしてアメリカと絶対に喧嘩しない、言うことを聞く、喧嘩して自分たちが潰されないようにである。しかし免従腹背でアメリカからの厳しい理不尽な日本はもっと金を出せの要求に必死で何とか抵抗する。今の日本は不況が30年も続いて、精一杯頑張っても岸田の宏池会の軽武装経済優先の宏池会の政治で生き延びるしかない。日本国民の生活は青い息と息で、凄まじい大量の貧困層を抱えてやっとのことで生きている。それでもまだ日本国民は耐えられる。アメリカ帝国が先に崩れるまで耐え忍ぶだろう。